これ衝撃なんですよ。ガッツメンバーが愛してやまない超いいなサービスを勝手に PR。 じゃんけんさせてくれ、じゃんけんさせてくれ。前回は尾形さんのバンズとひろゆきさんのスクラップへの愛をぶつけてもらいましたが、さあ続いてプレゼンしたいメンバー。さあではではナダル、はい、あなたの愛するもの、はい、こちらは一体何か商品名、教えていただきたいと思います。僕が愛してやまない商品はこちら、お三菱デリカ。おお三菱が誇るキャラクターみたいな、それキャラデリカの、ちょっとジャパネット高田、ジャパネット高田、ジャパネット高田さん、見てなかったんだけど見てなかっただけどデリカということでございまして、はい、ナダルさんは愛車の三菱デリカを勝手に PR。 どのような形で、発表いたしましょうか。もう僕はもう単純に、はい、もうシンプルに愛を伝えてっていう、本当にいいじゃないですか、マジで好きなんですよデリカが。なるほど、本当にだから僕そのもう学生時代からデリカのカタログに、はいはい、行きましょう。愛が溢れております。さあシンプルにデリカへの愛、はい、語っていただきましょう。1分間よーいスタート。よろしくお願いします。コロコロチキチキペッパーズナダルです。今回はねデリカについて僕いろいろあのお話をしていきたいんですけど、ちなみに皆さんこの中でデリカに乗ったことある、デリカを運転したことあるって方いらっしゃいますか。いや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 、そしたらぐちゃぐちゃ言うな。俺が全部教えてるから。デリカでできた、自転車乗せて家族で3人走れた、デリカでできた、シートをフラットにしてみんなで寝て車中泊、デリカでできた。歌ですアクロ、本当に河原の道ぬかるんでるところ、デリカ4区で走ります。4区で走って安全に走れる、どんなアクロもデリカで走行、デリカでできた。あと20秒。本当にね、何がすごいってデリカのあの本当にもうその突破能力よミニマンで、あんな4区でいろんなとこ走れる車ないんだから、唯一無二やったってる三菱。終了。ぴったりでございます。余ってます、時間ぴったり、余ってない時間ぴったりやったんですけど、一回終わってなかった。いや、あのね3カ所ぐらい迷いました。だから何したらいいかわからなくなって、誰かできたっけ、あれはだから CM っぽさずっとやってたよね、最後やってなかった、まあ、3回で心折れずにやったんですけど、はい、受けてはなかったんで、ね、どうしようかな思って最終的にやっちゃってる三菱って日産で聞いたことある。絶対ダメだよね。あれはもう違う違う、やっちゃってる三菱じゃない、やっちゃい日産でしょ。全然全然見やすい、余計なこと言うなよ。そっから引っ張るよ、ね、よくないよ。しかもやっちゃってる三菱さん、ナダルのね、いつものやつを、いや僕のギャグですから。そうです、なんかもう大好きです。はい、大好き。さあ三菱さん大好き。さあ1分間では足りなかったかもしれませんが、さあナダルにやっていただくバトルは愛の力で見つけ出せガッツ車内間違い。それはないよ、それはないよ。どうしたどうしたどうした、それはないよ。さあ何が、このバトルはですね、ナダルの愛車三菱デリカの車内にメンバーが入りまして、ね、はい、レイアウトを3箇所変えていただきます。はいはいはい、はい、制限時間は1分の間にですね、風船が膨らんでですね、その間にナダルはですね、その検討した3箇所を見つけないと、この風船が爆破して車内が大変なことになるという。ほんまちゃんとやってください、ほんま。サイドブレーキを取るとかやめよ。オッケーでもない、中岡やろ、そういうの、そういうのも昔の昭和の車ぐちゃぐちゃするのが笑われへんで、俺遠くからゴルフのアプローチ、赤いやろ、オッケー、アプローチ、赤いやろ、聞いてくれれば、そういう無茶せずに笑かしてくれ、こっちよ。この後、ナダルさんの心配的中、愛車のデリカが大変なことに。いや、あるぜ、おぎゃった、こう向かってギラッとするな、あっちで。なので、あのシートが濡れてるところは別に関係ないです。マッサー、愛がないやつやべえぞ。三菱さんに届け愛の力で見つけ出せ
ガッツ車内間違い探し。さあ、ナダの愛車デリカ前にやってきました。かっこいい。ドンって、ほんとにドンってやられたな、ドンって。すごい、ダメって。すごいいい車で。さあ、ということで、ナダルが今からカメラの方を向いていただいてですね、みんなの動きが見えないようにしてもらいます。わかりました。その間に皆さんは3箇所、3箇所、はい、変更していただきたいと思います。はい、ナダル大丈夫でしょうか、自信のほどは。いや、まあもちろんその見つけるのは全然大丈夫ですけど、ほんまもう無茶したらほんま手出てます。なるほど、そこだけね、そこだけ皆さん聞いて、はい、ほんまそこは本当に、はいはい、やりにくいんですけど。ガチガチ愛車ですもんね。ガチです、ほんまずっと夢やった。あまりド派手にやっちゃうと見つかってしまうということですね。さあ、皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、では行ってみましょう。3箇所変更してまいりましょう。お願いします。さあ、ちょっと音とかもね、ヒントになるかもしれませんので。どうやったっけ。聞いてみましょう。それもう、いざなよ。いや、殺すなよ、ほんま。包丁あります。なるか。ないよ、高井さん。ドアはね、ちゃん頼むで。後ろのドアはスライドドアな。ないです。車内がめちゃくちゃ暑いわ。あ、ちょっとごめんなさい。あ、やめてよ。なるほど、やめてよ。ちょっとむちゃくちゃやって。さあ、どこまで入り込むか。いらないと、あ、ない。おぎゃった。後部座席が高いのよ。なので、あのシートが濡れてるとかは別に関係ないです。バッサーでおぎゃった。チャイルドシート、チャイルドシート乗ってましたからね。ほんま分かってないよ。免許持ってるやつこれやから、ほんま。何分かってないね、車のこと、ほんま。さあ、3箇所で頼むね、マジで。尾形さんはですね、追い水をしております。おい、後部座席で追い水をしております。マジで、ほんま。ちょ、バスタオル持ってきてくれ、ほんま。見てはない。あ、大丈夫ですか。めちゃくちゃ暑い。車内は余計暑いでしょ。なんで俺の横で水浴びんの。めちゃくちゃまだ変更はできてないです。はい、頑張ってください。気色悪いわ。気色悪い。いろんなところで皆さんが変更をしております。もう二度とこんなうるさくない。大丈夫です、大丈夫です。ほんまに大好きなんですよ。そうですよね。夢の車やから。ナダル君、お、ナダル君、お、車検証ってどこ積んでる。絶対いるから。車検証にもちゃさに運転できへんから。ダッシュボードしたとかじゃない。感覚も何もないね、ほんま。はい、もう無茶していいと思ってるからな、最近のこのガッツ、ほんま。もうちょっとひねって笑かすとかないよ。わからへん、俺はねえ。なんで3年目とつみすんねんからさ。そろそろ分かっていただけない。でやってもしゃあないねって。もうお願いしてくれや、ほんま。さあ、大丈夫でしょうか。はい、終わってほしいな。これどれくらいあるんですか、時間。いや、ここの時間はね、儲けてないです。時間無制限。交代あります。いや、何した。何がありました。おー、3箇所ですよ。何静かになって。はい、なんかいらっしゃいます。さあ、わかりやすいね。もうなんかいろんな音が聞こえますが、つぶすとかやめて、ほんまに。大丈夫です。うん、かびしゃびしゃ。もうほんま、もう あんまこんなこと言いたないから、弁償してもらうで、俺。それはね、もちろん。もちろん、もちろん、俺ほんま。優しく締めてよ。優しく締めてとのことでございます。なんかもう投げやりに締めるの、俺嫌やで。はい、後部座席はね、オートで締まりますんで。なんだ、なんの音だ。いろんなところが開いたり閉まったり。 OK です。 OK です。ということで OK が出ました。3箇所変更ができました。さあ、お仕事。赤いやろ。赤いやろ。どっから持ってきてそんなハンマー。ちょっとヒントになるな。ヒントになる。そうですね。これはちょっとね、ヒント出しすぎかもしれません。果たして愛の力で3箇所間違いを見つけられるのか。さあ、ということで、はい、配置が終わりました。はい、もう嫌な時間でしたよ、本当に。そうですね、うん、はい、ということで今からですね、はい、風船1分間で破裂するようになっております。1分、はい、短い。1分間で3箇所を見つけていただきたいと思います。はい、ここだと思った箇所をですね、はい、宣言してください。わかりました。私は正解不正解と言いますので、はい、3箇所を見つけていきましょう。さあ、参ります。1分間、よーい、スタート。もう膨らんでる、膨らんでる。あー、怖い怖い。膨らんでる。膨
膨らんでるよ。風船が膨らむと俺の娘の特徴だから。はらららら、びしょびしょの汗だくろ、おっさんが座ってんのちゃうね。くっそー、一箇所正解でございます。やられた今のね、はい、あと二箇所、あと二箇所、よく見てよく見てよく見て。さあ20秒経過。ちょっと待って、分からん。よく見ろよ、よく見て。なんか折り曲げてる。違います。違う30秒経過。やばいぞ、残り時間バカすんぞ。やばいでっか、やばいやばい、うぜえ、ちょっと待って、何全然分からん。さあ残り時間、分からんから30秒。いつも使ってるよ、ルーティンみたいな。これ爆発するぞ、やばいですよ、やばいぞ、あと30秒経過。分からん、ちょっとないないない。さあ、残り時間、いつも通り、20秒、20秒通り、いつも通り、いつも通り、いつも通り、違うから、やっぱり乗ってみて、でもファーク違う感じも分かるから。はい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 、なんだなんだ、いきましょう。10、やばい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 、座席変わってる、ブブーン、違うんだよ、6、もうやる、やるとこ覚えて、ちょっと待って、手で手を触るとこ、暑かったぐらいないね。これはびしょびしょでぐちゃぐちゃやないか。さあ、めっちゃ嫌これ。これはやだな。髪だらけになってしまいました。さあ、参加者の正解をちょっと見てみましょうか。はい、まずは正解した尾形が。あ、俺よく見つけたね。ね、ちゃんとセンターに乗ってた。いやいや、それ見つかるよ。はい、そこしか明確だったもん。そしてもう一箇所。はい。酒井が。さんは普段のルーティンをしたらもしかしたらもう。このお守り1個。そうだよ、これはそうか、そう2個ついてたから2個ついてました、1個取りました。なるほど、こちらでした。そして最後の1個、これがマジで分からない。めっちゃから、なんだかフロント行ってもらったらすぐ分かるよ。え、これはマジで全然分からない。フロント行ってもらったらすぐ分かる。うん、ええ、ちょっと待ってくださいね。はい、こえ、スタッフさん、どういう意味？どういうこと？どういうこと？ね、ナンバーを隠してガムテープ貼って、そうですね。画用紙つけて、うん、ナンバー隠ししましたね。隠しました。はい。どういう意味？え？これ本ナンバー？これもう、これはでも、いや、嘘のナンバーです。いや、ね、嘘のナンバーって意味わかるんですけど、はい、一言一句間違えてない。いや、意味ないじゃん、これ。意味ない、意味ない、これ。どういう意味？時代が違うっていうだけで。ちょっと待って、え、そんなアホやったということで、実は宮戸さんか。宮戸さん、うわ、賢い。宮戸が変更したのがこのナンバープレート隠しという。せっかく隠したナンバーを、いや、言うな言うな言うな。これギリモザイクでいけるの、これ言うと終わりやねん、こんなの。声に出しちゃったらね。すいません。ということでございまして、おっしゃ、愛してるはずのデリカの変更で、そうですよ、見つけることができませんでした。ちょっと難しかった、めっちゃ2個、2個は見つかると思った。2回戦やる？お、やる？やりましょう。なんで何で若くしてくるのかな、楽しいわ。でも関係ない、好きなんだから。本当にこのミニバンでここまで悪路走行できる車ってないんですよ。やめてやめて、終わってますから。終わってる、もうもうアピール時間は終わってますんで。大好き。では続いてプレゼンしたいと。暗いなぁ、あれよ、全然声出てないやん、切り替えるんだよ、だね。さあ、という中で一番声出た酒井いきましょう。ラブ、プロレスラブ、ありがとうございます。酒井、ありがとうございます。あなたが愛するもの、はい、一体何でしょうか。はい、僕がプレゼンするのはセガさんの龍が如くです。もう来年で龍が如く出てから20周年するので、20年間ずっと虜でございます。長野で引きこもってた時から。そうです、長野で引きこもってた時から。そうなの。これをクリアして勇気をもらって
始めて、お人生変えたんだ、はい、で、はい、この留学の極みに出演出てるんですよ、コンビで、はい、羨ましい、そうなんです、すごいねこれ、いいじゃん、この金ちゃん、はい、190cm ある、そうなの、金ちゃんでめっちゃ小さいですもんね、金ちゃんって 160cm ぐらいなんですよ、そんな低くねえだろ、敵役で出た時 190cm で、なるほど、ちょっと世界観が変わってきます、そうなんです、これはめっちゃ羨ましい、はい、酒井さんは人生を変えたセガさんの龍が如くを勝手に PR、 僕はもう20年やってるんで、どうしましょうか、もう自分自らに稼、はい、を、お、稼、もう皆さんに龍が如くあるあるのあとか言っていただけたら、 あから始まるあるあるを、はい、あるあるを言わしてもらうし、もう即興で、はい、で龍が如くなしなしのしとか言ったら龍が如くなしなしで絶対に怒らないことを、すごい、言わしてもらいます。めっちゃいい。じゃあ、はい、では行きましょう。龍が如く1分間用意スタート。龍が如くのリ。どっちですか？ある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 。リリリリリ。出てこないじゃん。いっぱい出てきます出てこない、僕ゲームしてると出てこないですよ、ね、龍が五徳です、はい、龍出てこないよ、龍の入れ墨を掘った人たちが、まあ、確かに戦います、薄いだろ、はい、続いていきましょう、はい、龍が五徳の湯、龍の湯、あるあるですか、あるあるですか、湯湯その口から出てきてないんだよ、その長いんですよ、その口が一切音声が出てこない、時間ないですよ、っとや時間ないですよ、もうね、雪というキャバ嬢がキーを出てくる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 、はい、またじゃあ、そう、はい、吉本興業あるあるよ、お、変わった吉本興業は今年ピンチですそんな恐ろしい大ピンチ、そんなことない正直僕も前作やるぐらい龍が如く好きですけど、龍、はい、なんか一匹も出てこないです、龍が如くですか、如くじゃないよ、あんだけ時間かかって嘘ついてる、嘘ついてる、ひどいわ、一発目出るのにちなみに30秒からやばいね、龍のような男たちが出てくるっていう、あ、まあ、確かになるけど、ね、はい、さあということでございまして、はい、チャレンジバトルはこちらでございます、愛の力でソフトを守れガッツ1分柔術マッチ、柔術だ柔術、そうですね、さあ龍が如くはですね、はい、腕っぷしの強いやつが成り上がってきたそうでございます、ということで酒井君にはですね龍が如くを強奪しようというマッチのチンピラメンバーからですね、はいはいはい、ソフトを守っていただきます、なるほど、はい、ガチで自分のソフトなんで、はいはい、はい、もう愛情たっぷり、なるほど、はい、さあということで1分間守りきればいいです、まず1人目がチャレンジしてきます、はい、そして20秒経ちますと2人目が追加されます、はい、40秒でまた3人目が追加されるという、いつもと同じルールでやっていきましょう、はい、初めの1人目とかをギブアップすればですね、はい、退場しますので、ギブアップで退場、はい、ギブアップするのあかんぐらいまで追い込まれるってことです、そうです、怖いな、だってこいつっすよ、柔道やってる、これの痛みにこちらはもうあらゆる手を尽くしてきます、柔道やってたんですか、柔道やってました、締め技、関節技 OK でございます、やば、基本的には寝技かもしれませんけども、はい、カメラに映ってないところの打撃も OK です、いいんですか、はい、いいんですか、何でもありやろ、何でもありできたら、何でもありやろ、それ龍が如くじゃないですか、本当龍が如くだ、この後龍が如くをリアル再現、ガッツ充実マッチで酒井さんが大暴れ、ほらこれ落ちる、落ちるぞこれ、落ちる落ちる、全力こそ正義、サンキュー、セガさんに届け愛の力でソフトを守れ、ガッツ1分充実マッチ、さあ、はい、チンピラたち、やったー、順番決まりましたでしょうか、ナダルが最初、うわ、いきなり強敵だな、先輩ですけど、これはグイッと行かせていただきます、ガチで、ガチで、はい、行きましょう、制限時間60秒を守り切ることができるのか、行ってみましょう、よーい、スタート、頑張れ、20秒頑張れ、頑張れよ、頑張れよ、さあ
そうそう、おだめお、頑張れ、おだめさん、お、見えてますか、映ってません、大丈夫ですさあ、時間が30秒、ホント、ローキックを取りに行ったいいですよ、本当の試合みたいなさあ、ローキック、ローキック、さあ、クリアスを取りに行った、来た、無駄痛い痛い痛い、ちょっと待って痛い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 、さあ、残り時間20秒皆さん、行け、さあ、ひろゆきにチャンスはあるのか、根性根性根性、あ、フロント、フロント入ってます、フロント、これ、パッコさん落ちるぞ、これ落ちる、落ちる、落ちた、落ちた、強ー強ー、すべてギブアップ、一本勝ちということで、サガイの勝利、強っ、全く龍が如くに触れませんでした、ちょっと起こしてよ、よいしょ、はい、わー、押してたお前大丈夫、はい、緊急おじいちゃんになります危なかったです、戻ってきてくださいめっちゃ怖かったっすこれ、息止まるやつ何あれ、まあ、関節決めんのめっちゃうまいわねえ、リアル龍が如くでございましたでも、俺なんかよりもっと強い男たちがリアルでは皆さんもぜひ、はい、それでは改めて企業様へ最後のアピールタイム、さあということで全てのプレゼン終了しました、皆さんの愛が伝わったな、さあこれしっかりと企業に、はい、4つの企業に提出いたします、一瞬元気なくなりましたけどこれはもう PR ということで、さあ改めまして一人ずつね、バンズの尾形くん、いやーやっぱりバンズさんね、これこんだけやったら、うん、あの別にあの大喜利も別に面白いでやってないから俺本当に愛のある、ま、愛ある大喜利だけです、で愛 100% です、そうそうそう、愛 100% なんで、はいはい、ぜひバンズさんロケさせてほしい、本当に、ね、好きでしょバンズ、好きです、はい、やりたい、ぜひ一人ぜひバンズさん皆さんに本当に全然ますね、お願いします、お願いします、みんなが好きになりました、好き好き、好き好き、さあ続きまして三菱、はい、もう正直1分プレゼン意味分かりませんでしたでも一番デリカが好きで、はい、もう夢でした飲んのが、うん、それぐらいほんま心の底から好き、 CM ください、あ家族で出ます、家族で出ます、よろしくお願いします、さあそして龍が如く先輩でございます、はい、来年20周年なんで、うん、どうにかしてもう芸人たちで盛り上げていきたいと思っております、面白かった、はい、でこの中から僕だけじゃなくて演者を出したいんで、出てください、はい、これガッツがめっちゃある、はい、出ましょう出ましょう、皆さんありがとうございます、リュウガとく出ましょう、おー出たい出たい、いい目標が出ました、そして皆さん、はい、スクラップさんが、はい、問題提供してくださったっていうことは、もう内定だと思っております、そんなことないです、ぜひスクラップさん、先日ですね、はい、あの義理のお母さん、はい、50代のお母さんが、はい、ガッツ 100% テレビが一番ゲラゲラ笑うと思ってます、嬉しいな、義理のお母さんを安心させるためにもスクラップさん仕事をください、お願いします、お願いします、みんなで頑張ってくだ、東京ドーム貸し切りとかでいい、吉本興業でなんか脱出ゲームみたいな、いいですね、本社貸し切って、まあ何人かも脱出してますけど、企業の皆様お待ちしております、チャンネル登録、高評価お願いします。